野崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、今日はですね、はい、ご報告があります。ご報告、はい、ご報告本当にあります？本当にいつもなんかないパターンとか作ってるんで。でもそれはいつも袴田さんがご報告があるときに、はい、ご報告をかぶせていくパターンです、はい、そうですね。え、本当にあるんですか？本当にあります。本当ですか？はい。え、なんだろう、何、本当に何も聞いてないのに今ちょっとご報告しますって始まったんで。え、何今日は本当にご報告があります。ウォーキング始めました。いや、これ本当、これ本当なんですよ。佐藤さん、でもまだ、まだ1回しかしないから。まだ1回しかしないんですか？そう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 。1時間歩いてちょっと足が疲れちゃったんですよね。こんなご報告してどうするの？もう本当に人生で、まあ、このご報告するのは初めですね。へえ。ちょっと当てたいんですけど、うん、当てられます私？もうそれはもう袴田さんの俺の愛がどこまであるかだね。全然わかんない。何系？何系？何系？俺系。俺系。何ですか？あるんですよ。何ですか？すぐ言っちゃいます？いや、言わないです。言わないです。当てたいけど、いやちょっとあれかな、あれかなっていうのはちょっとありますよ。何ですか、何ですか？いや、当たっちゃうかもしれないからな。いいじゃないですか。当ててください。いいんですか？うん、本当いいですか？うん、新しい番組始めます。あーやっぱこれかな、これかな。始めたいですね。オファーお待ちしてます。あれそういう感じ？あれ、え、なに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 、実はもう10キロ痩せましたとか。痩せてるか。里崎ライブの時にツイッターで皆さんハッシュタグ里崎ライブって言ってくださるじゃないですか、うん、あれ里崎さん去年来た時のライブより痩せたなみたいな写真企画してる方いましたよ。コロナでかな。あ、そうですか。痩せたんですか？じゃあ、報告します。あ、いい、もう言ってくださるんですね。はい、はい、地元で、はい、里崎ライブ開催します。イエーイ。え、聞いてないですよ。ん、え、聞いてないですよ。はい、徳島で、はい、里崎ライブ、はい、生で、はい、開催する。あ、え、そうなんですか？予定です。はいはい、本当です。へー、徳島で、はい、え、ね、日に決まったんですか？多分この日ちゃうかっていう。あとね、はい、愛媛でもやりますからね。あ、え、そうなんですか？はい、はい、まだ聞いてないですか？愛媛、私の生まれ故郷です。そうそうそう、はい、まだ聞いてないですか？聞いてないです。私、あの、愛媛県今治市で生まれたんですよ。いや、これはあれですね、佐藤さん的にも嬉しいですし、うん、やっぱ佐藤さんのその周りの地元の方々すごい嬉しいんじゃないですか？地元だからね、はい、だってもう今年もね、うん、初めてね、昼大阪、はい、夜仙台っていう、あれやばかったね。結構でもその日は全然大丈夫だったんですよ、うん、あんま疲れてなかったし、うん、アドレナリン出てたし、うん、佐藤さんも仙台公演とかもね、できるねっつって、もうキレキレで、うんうん、で次の日ね、はい、あの仙台から東京に飛行機で移動して、朝移動して、で横須賀行って、はい、2days、はい、3公演、はい、今日きついね、今日、今その次の日なんですけど、うん、きついね、なんかね、背中が痛い、肩、腰がね、うん、あれやばかったね。だってさ、朝9時55分の新幹線で大阪行って、はい、で2時からの公演して、はい、で4時前ぐらいに終わって5時の飛行機、はい、伊丹に乗りに行って、はいはい、そしたらあのもう20分前なのに袴田さんがたこ焼き食いたいって言い出して、え、もう言いましたけど、何も食べてないし、仙台着いたらそのまま公演だったら食べる時間ないですよね、うん、そうそう、え、たこ焼き食べたいなって言い出して、そう、でもたこ焼き、でも食べれんじゃないのって俺言ってたら、はい、で買うのかと思ったら買わないで搭乗口まで行くから。でもあのイベンターさんが本当に急いでる風で、うん、スタスタスタって行っちゃったんで、うん、いや、なんかこう待ってももらえないし、もう行くかと思って。でも5時だから、あの時4時20分だったから。あれ4時20分でしたっけ、あの時。あ、4時40分ですよね、うん、だし、まあ、搭乗口もしかしたら遠いかもしれないから、うん、もう行くかと思って行ったんだけど、言ったらたこ焼き食べたいなって言うから俺買ってきてあげてさ。いや、そう、あの、それで俺さ食べれんじゃんと思って、まあ俺も食べたいなと思って、はい、本当にたこ焼き買ってきてくださって、で食べたんだね、6個ですね、はい、6個です、はい、12個入りっていうすごい大きい3列入ってるのね。美味しかったね。美味しかったです、うん、でも買わへんねん自分で。いや、でも買えないと思ったんです、時間ないから。だからあれはビールやろ、俺に買ってきてくれ。いや、そんなことないですよ。たこ焼き買ってきてくださった時めっちゃびっくりして、え、佐藤さんって優しいとこあったんだと思いましたもん。本当あったんだって、もうまだ感じてないの、2年半も一緒にやってて。はい、はい、じゃない。いや、ただ優しいと思って、それで6個いただきました。で飛行機で飛んで、はい、で飛んで速攻、はい、タクシーに乗って
行ってたら、はい、7時開演で、はい、ホールに着いたのが6時59分っていうね、はい、そう本当間に合ってないやないかっていうね。そうなんですよ。だから、うん、ちょっとツイッターで、まもなく仙台公演会場でお待ちしていますって私打ったんですけど、うんうん、いや皆さんが待ってくれたなっていうねで、そこ着替えて、はい、ちょっと10分押してね、はい、7時10分開演でやってね、はい、まあすごい盛り上がってね、はい、仙台の皆さんもあったかくてね、本当そうですね、すごい役所良くて、そう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 、見てもらってくださっててね、だからね、うん、まだね来たことない人はね、はい、早く来てくださいよと、はい、ね、チケットビアとかね、うん、E プラスで売ってますからね、はい、ということでね、はい、本当のご報告をします。これから今ので十分ご報告でしたよ。いやいや、本当のご報告あるんです。まだあるんですか。まだっていうか、こっちが本物です。え、今のは前座です。あ、そうなんですか。はい、はい、すごいですね、2つのご報告あったんです、ね、いやいや、こっちが本当のご報告。こっちも報告、はい、はいはいはい、人生で初めてですか。え、ないな。初めて行われることのご報告する。人生で初めて行われること、はい、それではご報告、はい、発表します。はい、里崎智也、うん、この度、うん、結婚しますってないですもんね。ちょっと待って、ね、この度言わないもうなんか私に言ってほしいのかなと思って何かを結婚してるから。いや、そうですよね。何結婚します？二重結婚になるやん。重婚か？思いつかなかったの。思いつかなかった、何も。本当もう全くよくわからんツッコミだった今。何言ってんのかだと思った本当。いや違う、なんかなかなか言わないから、うん、なんか私にボケてほしいのかなと思ったんですよ。うん、だけど何にも思いつかなくて。結婚しますってないですもんね。ちょっと待って、ね、この前私がご報告した時の佐藤さんの同じツッコミ、結婚しますって言ってない。しかもなんか若干半笑いで自分で笑ってるやん自分で言って。だって絶対結婚しますありえないじゃないですかなのに思いつかなかったから。はい、はい、お願いします。すいません、もう真面目に聞くんで、ね、すいません、はい、それでは発表します。はい、この度佐藤智也は逆に何したいんですか。何固まりましたって全然思んない全然思んないけど、早くいいツッコミください。ないですもん。佐藤さんがご報告したいことが全然思いつかないんですよもうツッコミ用もないというか、本当空気合わへんですね。はい、本当にあるんですよね、ご報告。ありますよ。本当にありますか。あります。重大な発表ですから。はい、わかりました。それでは発表します。はい、これだ。何笑ってるんですか。何笑ってんの。いや、ちょっとまた止まった時になんでボケようかなって思って考えてたら笑っちゃった。何笑ってんの。ちょっと面白い思いついたんで。思いついたんですか。じゃあそれください、それください、それください。いきますよ。じゃあ発表します。この度佐々木智也は写真集出します。私一人でつぼに入っちゃった。何笑ってるんですか。全然思んないけど、しかも笑いながらもう涙出そうだから面白くなっちゃった。もう私真面目に聞くんで、母発お願いします。もう本当のご報告お願いしますよ。あるんですよね。あるって言ってんじゃん。あるんですよね。はい、でも私も何も言わないですよ。はい、はい、この度、はい、続きは、はい、人生で初めて、はい、ダイエットにチャレンジします。これ、うん、私最初当てるときにちょっと言おうと思ったんですよね、うん、だからウォーキング始めましたって言ったんですよ、うん、ウォーキングは1回だけしただけで、はい、まだ、はい、試しに、はい、人間ドックに行ってね、はい、尿酸値がすごい高いらしくて、はい、痛風じゃないんですかって言われて、はい、全然じゃないですって言って、はい、でも高いんで、多分これ数値的に悪いのは痩せたら収まるんで、はい、ちょっと痩せた方がいいですねって言われて、はい、でも俺ずっと引退した時の体重ずっとだったのよ、はい、一緒に、うん、コロナ前まで、はい、でコロナになってから若干インドアになって、はい、でちょっと
太ったんだよね、うんうん、あの3から5キロぐらい、はい、で多分今コロナでも、まあ、その間行ったり来たりしてるんだけど、うん、まあ数値的に悪いんだったら、はい、まあじゃあ痩せるかと思って、うん、まあ5キロぐらい痩せようかなっていう、はい、でも今体重何キロか知んないんだけど、ね、はい、まだ測ってないんですか、うん、先測っといた方がいいんじゃないですか、まあ、測るけどね、はい、でもちょっと5キロぐらい痩せようかなと思ってうん、うん、そんな言うほど、はい、食事制限しないでよね、はい、え、じゃあどうやって痩せるんですか、うん、だから運動か、運動、ウォーキング、半年ぐらいかけて5キロぐらい痩せようかな、半年で5キロだったら、まあ、ほんと徐々にですね、そうそう、うん、そんなで急激に痩せるんだったら、はい、本当糖質制限して、うん、トレーニングしたら、はい、多分今の俺の体重だったら1ヶ月ぐらいで痩せると思うんだけど、はい、多分無理なのね、うん、そのシーズン中って、うん、弁当になるじゃん、はい、ほぼほぼそうですね、俺多分シーズン中家でご飯食べるの、はい、ほぼないからね、へー、本当土日のデーとかじゃない限り、はい、とか月曜日以外の平日って、うん、だって俺今週家でご飯食べるの1回へえ、朝ごはんは朝ごはん俺朝食べないから、うん、あ、そうなんですか、うん、コーヒーだけ、へえ、忙しい、で来週、うん、家でご飯食べるのが1回、週1ですねで再来週が、うん、家でご飯食べるのが2回かな、うん、うん、今のところ、へえ、ほぼほぼ俺家でご飯食べないのよ、はい、シーズン始まると、うん、解説とか行くからね、はい、でそうなったら、うん、外で食べるしかないじゃんね、はい、それがタッパー持っていくしかないじゃん、うん、まあ、それもさすがに難しいじゃんね、はい、ってなった時に、うん、病院の先生が言うには、はい、最悪、うん、9時以降は何も食べないようにみたいな、あ、食べる時間ですね、うん、うん、まあ、できれば8時までぐらいに、うん、で最悪9時以降は何も食べないようにっていうので、はい、まあ、とりあえずそれで行って運動しようかなっていう、うん、うん、だから俺多分朝食べないから、はい、12時から8時まで食べると思う、はい、でそれで16時間休むっていう、はい、それで行こうかなと思って、あ、いいですね、そういうダイエットありますよね、あるじゃんね、うん、その8なんか16時間空けるみたいなね、はい、うん、でそれをやって運動して、うん、週1回2回はフリー、好きなもの食べて、食べるっていうのに作って、うん、まあ、半年ぐらいで5キロ痩せようかなと、おお、いいですね、健康的に、じゃあちょっとそれちゃんと痩せたか痩せてなかったか、うん、報告動画しないといけないですね、そうだね、はい、うん、ちょっと体重は公表しないんですか、まあ、測ってないからね、そうですね、あ、じゃあ測ってきて公表するわ、あ、測ってきて、じゃあここに体重を、ああ、そうだね、はい、そうだね、じゃあそれを、それのご報告です、はい、だから半年間かけてね、はい、ゆるりゆるりと、はい、次1ヶ月後また検査あるから、ね、そうなんですか、そう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 、じゃあちょっともう今日のこの動画の写真から、うん、ビフォーアフターも出しましょう、そうだね、はい、うん、内臓脂肪も減らして、はい、それが今日のご報告でした、はい、はい、里崎さんダイエットします、はい、はい、ということでどうなるのか、はい、ね、半年後お楽しみに。